大阪女学院大学は、大阪市中央区玉作り2-26-54に、本部を置く日本の私立大学である、2004年に設置された。学校法人大阪女学院は、1884年の創設以来、キリスト教教育を基盤に、初期の頃校長に就任したエーモルガンの残した言葉、すなわち、すべてにおいて、私たちが目指すことは、 何らかの方法で働く義務を悟り、正直に仕事をすることを誇りとし、日常生活の雑事を超えて、物事を見抜く力のある人間を形成することを、見学の目的に掲げ、125年に及ぶ日本の女性教育に取り組んできた。高等教育の分野では、1968年に短期大学を創設し、以来、英語教育と教養教育を統合する。 先進的なカーリキュラムを構築してきた。その結果、学生の自己認識、社会認識を育てるとともに、社会に積極的に関わる意欲を喚起するなど、大学における新しい英語教育、教養教育の展開モデルとして大きな成果を上げ、今日では一定の評価を得るに至っている。長く志した大学の開設は、大学設置をめぐる、 国の規制が緩和された2004年にようやく実現を見る。根幹に据えるミッションステートメントのもと、教育の柱として重視するキリスト教教育、人権教育、英語教育と専門的な職能に関わる教育によって、新しい世代の女性がさらに自己の存在に目覚め、21世紀の人類社会が抱える諸課題の解決に優れた英語運用力と、 専門的能力を駆使しつつ、積極的にコミットする、そのようなリーダーシップの担い手として成長することを目標にした教育を展開している。本学はキリスト教に基づく教育共同体である。その目指すところは、真理を探求し、自己と他者との尊厳に目覚め、確かな知識と豊かな感受性に裏付けられた、洞察力を備え、社会に、 積極的に関わる人間の形成にある。this school is an educational community based on Christianity.our aim is to raise up persons who search for truth, respect themselves and others, have the power of insight supported by accurate knowledge and rich sensitivity and participate actively in society.1893 年より通算18年間。 ウイルミナ女学校の校長を務めたモルガンは、ウイルミナ女学校の目的を次のように記している。ミッションスクールの目的は、教育だけでなく、キリスト教教育です。これら二つの言葉が結ばれて、一つの理念になったものです。このような成果は、管理つ学校では得られません。私たちの学校には、役に立つ訓練を。 キリスト教の雰囲気と環境の中で与えることのできる教師がいます。全てにおいて私たちが目指すことは何らかの方法で働く義務を悟り、正直に仕事をすることを誇りとし、日常生活の雑事を超えて物事を見抜く力のある人間を形成することです。1884年1月7日、米国カンバーランド長老協会外国選挙局の ミッションスクールとして創設された。創設者は、外国選挙局の教育事業責任者、アレクサンダー・ヘール選挙士で、弟のジョン・バックスター・ヘール選挙士と協力して、大阪市西区にあった旧川口居留地に開校した。その際に、最初の寄付をしたのがウィリアム・サウンダースと、その妻・アーミナであったことから、ウィリアムとルミナの名前を使って、ウィルミナと名付けられた。 1886年9月初旬、大阪一致女学校開校。大阪女学院の今一つのルーツである大阪一致女学校が、米国北長老協会選挙局のミッションスクールとして、教育選挙士の A.E. ガービン校長を創設者として、旧川口居留地の選挙士館で開校した。公明は、選挙局が大阪で創設した教会を、 一致協会と称したので、大阪一致女学校と名付けられた。翌1887年1月に、西区とサボリ山丁目の旅館を借り、改装して、そこに移転し、さらに1888年1月には、西成郡清堀村に校舎を新築して移った。1892年4月、大阪一致女学校の校名を、何和女学校と解消。 1904年4月1日ウイルミナ女学校と何和女学校が合併。同じ教育方針を持つ大阪の2つの学校を合併し、公明はウイルミナ女学校を継承、高知校舎は何和女学校に統合した。1939年からの公民化政策で外国人の名前に由来する公明の変更が必至となり、公明を 大阪女学院高等女学部と改称した。1947年4月学生改革で大阪女学院中学校設置。1948年4月大阪女学院高等学校設置。1968年4月大阪女学院短期大学英語科改学。英語科として第1期生を迎えてスタート。さらに1972年には 大阪女学院短期大学英語専攻課を設置した。2003年秋、高等学校の英語教育の実績が認められ、文部科学省からスーパーイングリッシュランゲージハイスクールに指定される。2004年4月、大阪女学院大学国際、英語学部を開学した。第1期生を迎えてスタート。2009年4月、大阪女学院大学大学院21世紀。 国際共生研究科解説兵は人権システム専攻博士前期後期課程を同時解説。大阪女学院大学は国際、英語学部国際、英語学科としてディプロマ学士の授与を基礎とする学士課程教育により目的の実現を期している。解説の目的は前校にも記したようにこれからの新しい世代の女性が自己の存在に目覚め、 優れた英語運用力と専門的能力を身につけ多くの人々と共同して21世紀の国際社会や地域社会が抱える様々な課題の解決に積極的にコミットすることそのような意思とリーダーシップを身につけた女性を社会の担い手として学院から世界に送り出すことにあるその根底には学院創立者 AD ヘール宣教師をはじめ 創設期の指導者たちが追い求めた見学の精神と、本学が教育過程の基礎として掲げる、全人形成、それを内外に表明する、ミッションステートメントがある。大阪女学院のミッションステートメントはその冒頭に、本学は、キリスト教に基づく教育共同体であると、記されている。キリスト教に基づくとは、聖書が示す。 人間観に基づくと言い直すことができる。J.B. ヘール宣教師は日本人が今まで教えられてきた哲学には独立した単位としての人格という概念はないと本国に書き送っている。当時単位といえば家であり、藩であり、国であり、人間はそれらに属するものとされていた。一人一人が神によって作られたかけがえのない尊い存在であって、 自ら選び、自ら行動し、自ら責任を引き受ける、誠の自由を持った人格としての存在であるとする、観念は当時の日本人には理解しがたいものだったのだ。創設者の課題は時代への挑戦であり、意識革命であった。それは、ある意味では、今も続いている。大阪女学院の教育は、人格的存在としての人間形成を目標としている。 もとより、あれができ、これができ、役割が果たせる人間、いわゆる機能的存在としての人材の育成は、一般的には、大学の重要な使命であろうが、それとともに、人格的存在としての人間形成に深く意を、用いているところに、大阪女学院の際立つ特徴がある。開校以来、大阪女学院では選教師が校長を務めていたが、最初の日本人校長、 森田金之助にまつわるエピソードは、そのあたりの事情をよく物語っている。ある時、生徒の一人が問題を起こした。その公表の仕方によっては、生徒の名誉か、学校の名誉かが著しく損なわれる事件であった。どう扱うかと思案する関係者に、森田は、毅然として言い渡したという。生徒の名誉か、学校の名誉か、そのどちらかを選ばなければならない時は、 躊躇することなく生徒の名誉を尊重しなさい。神によって一人の人間に与えられた、生命、身体、自由、名誉を徹底して尊重する信念の現れに、他ならない。教育共同体とは、共同して、教育に当たるという意味と同時に、学生、生徒、教職員、関わる者べてが互いに出会いを経験し、共に学び、共に育ち、 共に生きていくという意味を色濃く含んでいる。関わる者べてが、共に学び合う協力体制を指し、かけがえのない私、同じようにかけがえのない存在としての他者、互いに相手を手段としない、このような理解は、愛の関わりの中で実現される、という聖書の教えを基本としている。人間覚醒は自己への目覚めであり、同時に、他者、人間をめぐる、環境、 歴史的社会環境への目覚めでもある。そして、深いところでの人間の時がたい問題性に気づくことを教育の中心に置いている。英語教育においては、グローバルなレベルでのコミュニケーション能力の獲得が一貫している。1.2年時は、教養教育と統合し、英語を読む、聞く、書く、話す4技能を統合した過程で、トピックとしての平和の追求。 科学と宗教、現代と人権、生命の危機の各コンテンツとエッセイの論理展開法を英語で学び、さらに英語でのディスカッション能力、プレゼンテーション能力、リサーチペーパー作成能力を向上させることに力点が置かれている。英語と日本語によるスキーマを増大させながら、さらに興味、関心のある専門領域について、 深く学ぶことのできる基礎知識や研究方法を身につけるとともに21世紀に人類が遭遇する様々な問題の根底に潜む構造に目を開き新しい世代としての可能性と使命に目覚め世界に開かれた視点から異文化を受容する態度を養う特に 英語運用能力の獲得のために、イングリッシュフォーアカデミックパープスを展開し、英語を学ぶことと、英語で学ぶことを一体化させていることに特色がある。ここでは、資料を読む、講義を聞く、資料や、講義の内容に基づくディスカッションを行う、その内容に関する自分の考えを文章で、表現する、という一連の活動を英語で行うことができる。 能力を育てることが目標である。3.4年時にはさらに英語教育と専門教育を統合させ、優れた語学力と専門知識を駆使して21世紀社会の抱える課題に積極的にコミットできる力とリーダーシップを身につける。このため、大学における専門領域での英語運用能力の習得を目標とするイングリッシュフォーアカデミック パープスと専門職業において必要とされる語学力の習得を目標とするイングリッシュフォープロフェッショナルパープスを組み合わせた学習成果を生み出すことが目的となっている。英語で行われる専門領域での内容理解、上級ディスカッション能力、プレゼンテーション能力に加え論文作成能力を獲得すること、専門領域の資料を読む、講義を聞く。 資料や講義の内容に基づくディスカッションを行う、調査、研究したものを発表し、論文にまとめることができるようになることが求められる。他にも、一自分の生きる根拠をより明確にし、アイデンティティを確立するとともに、二平和、人権、環境、多文化共生など、21世紀の人類社会が抱える諸課題を学び、世界の人々と認識を共有し、 三国際的専門職業人として社会に積極的に関わることのできる力とリーダーシップを身につけるための教育がなされている。特に教養教育を中心とし、その過程において課題の発見、解決、目的の選択、方向の転換などを可能にする思考力や理解力、想像力をもたらす教育がなされている。国際、英語学部では、 これら高等教育の普遍的な目標を実現するため、言語の枠を超えて、教養教育、専門教育、そして、英語教育の統合を図るカリキュラムを作り上げている。各となる、英語教育においては、グローバルなレベルでの英語のコミュニケーション能力の獲得を可能にするため、一英語による、コンテンツベースの授業展開に少ない人数による、 修熟度別クラス展開。3、授業サポートのためのセンターの常設。4、英語スキル目標達成のための、英語診断テストに基づく補完教育。5、IT 化された、授業体制。6、セメスタ留学。の充実が図られている。国際社会が共有する、普遍的価値としての人権の大切さに目覚めることを、教育の重要な柱として構成している。 世界の異なる文化、その中で生きる人々と関わることを目指す上では、自他の置かれている状況、偏見や差別の実態、その社会構造や歴史的背景を認識することは欠かすことができないという点にその姿勢が形成されている。社会、文化、歴史の諸現象を読み解く視点としての人権に関する認識力を高め、多くの差別や抑圧は、 社会の構造と価値観のあり方に深く結びついていることを学び、鋭敏な人権感覚を持ち、共生を真に可能にする、そのような意欲と態度を育てる教育を目指している。特にこれから他の文化と接触し、その中で生きる人たちと関わることを先逸にする、上では他者、分けても世界の人たちに関わるという姿勢が、一人一人の基本的な姿勢となる。 そして、その関わりも道理一辺のものではなく、真に意味のあるものにしようとすれば、双方の置かれている状況や、抱えている問題についての認識が必要となってくる。それらの問題の中で、とりわけ基本的な問題の一つが、人権問題である。世界中に存在する、様々な人権問題を素通りしては、外国の人々と真の交流はできない。また、 日本国内の人権問題についても諸外国から鋭い注目が集められている今日、この問題について何も考えていないということであれば、同様に意味ある出会いが実現できないことは明らかである。このような上記の視点に立ち、大学では、開学6年目の1973年に実施した人権に関する講座を出発点として、その後、 学習の場を可能な限り多く設けるように努めている。社会が多文化化しつつある今日、どのように異なりを超えて他者との豊かなつながりを競争していくか、また自己実現を可能にしていくか。差別の実態や社会構造を学ぶとともに、人権文化の視点を取り入れながら、様々なテーマを設け開講している。すべての教育は人格形成が目的である。 大阪女学院では創設以来、一貫して、キリスト教の精神に基づく人格形成を目指してきている。キリスト教の精神に基づく人格形成といっても、それは、キリスト教神徒になることを求めるものではない。一人一人の学生が、自分自身の存在の究極的な価値に気づき、人間として、自他の尊厳を自覚し、 他者のために共に働くことができるような人間として、成長し、社会に出ていくことができるように助力することを意味している。人間一人一人には自分に固有な、他の何をもってしても変えることのできないオリジナルな、存在価値があること。つまり、何ができるかということで個人の値打ちが決まるのではなく、存在そのものに価値があるということに、一人一人の学生が気づき、 人間関係を見つめ直すための教育がなされている。真に人らしい生き方とは何かを真剣に考え、それにもとついて判断し、行動する。そのような人間性を培うために用意される、様々なキリスト教プログラムが、一人一人にとって生きる意味を問う機会となり、それらが将来に向けての、心の糧となるように準備されている。学科目、聖書と、 世界愛通の開校のほか、一チャペルアワーに特別プログラムサンクラブ活動等のプログラムや活動が行われている。大阪環状線の中に位置しながら、キャンパス内は多くの緑に恵まれ、ウイルミナの森と呼ばれている。1992年、大阪府緑化施設景観賞を受賞。校庭緑化のみにとどまらず、地域における緑の景観にも寄与し、 沿道緑化へ貢献しており、正門からの前提や格、建物間なども特色ある緑化がなされていると評価を受けた。また、2007年には大阪都市景観建築賞特別賞を受賞。長い歴史の中でキャンパスの整備が継続され、周辺の街並みと一体となって豊かな教育環境を形成していると高く評価された。 125周年記念事業の一環で整備された、西門南側の池にはコイやカメが生息し、2009年9月、セセラギにゲンジボタルの幼虫500匹を放流。翌2010年夏、羽化した成虫が姿を現した。ウィリアム・メレル・ボーリズの設計管理により1951年に建設されたヘール・チャペルは2004年、 適切な維持保全と優れた改修を行った建築物を表彰するベルカ賞を受賞している。ありがとうございます。